2019年4月、アメリカの探検家ビクター・ベスコーボが新しい世界記録を達成しました。マリアナ海溝を約 11km 潜ることに成功したのです。彼がそこで見たものは、奇妙な形をした魚、4種類の新種の甲殻類、ピンクのカタツムリ、そしてビニール袋でした。皆さんこんにちは。どうやら世界で最も深い海の底であっても、人類の活動の痕跡からは逃れられないようです。プラスチックの廃棄物は私たちのゴミの大部分を占めています。なぜならプラスチックが分解されるには長い時間がかかり、そして信じられないほどの量が今も作られているからです。プラスチックの大量生産が始まった1950年代、その生産量は200万トン程度でしたが、2015年には4億4800万トンにもなっています。2050年にはこの数字が2倍になると言われています。プラスチック製品の多くは廃棄されて海へ流され、浮き島のように漂ったままだったり、あるいは海岸に流れ着いたりしています。おーい、どなたか予備の地球を私たちに用意してもらえませんか？こんなにもたくさんのゴミは、やはり何とかしなければいけません。ゴミを全部集めて宇宙に捨てたらいいんじゃないの？皆さんはそんな風に考えたことがあるかもしれません。私たちのチャンネルでは皆さんのそんな大胆なアイディアを何でも動画にしてしまいますよ。それではゴミを宇宙へ捨てたらどうなるのか、そしてなぜ今まで誰もそうしなかったのか見ていくことにしましょう。始めましょう。宇宙へ打ち上げる。まず最初に、私たちが宇宙へ何かを打ち上げるにはどうしたらいいのか、一般論として考えてみましょう。地球の重力はあらゆる物体をしっかりとつなぎ止めて、どこかへ飛んでいったりしないようにしています。この力を克服するためには少し頑張らないといけません。私たちがボールを空に投げても、ボールは元に戻ってきてしまいます。ハルク・ホーガンのような屈強な男性なら、ボールを毎秒 7.9km の速度まで加速させて、低地球軌道に乗せるような力で投げることができるかもしれません。そして、ハルクさんが頑張って、毎秒 11.2km の速さでボールを投げれば、ボールは地球から離れていくでしょう。ハルクさん、ごめんなさい。もうあなたとバレーボールをやらないことにします。ここで言いたいのは、ロケットを地球の軌道に乗せたり、あるいは軌道よりもさらに遠くへ離脱させたりするためには、ロケットを毎秒 7.9km か、もしくはもっと速い速度まで加速させる必要があるということです。そして、ゴミを打ち上げるなら、最短距離で打ち上げた方が安上がりですよね。そう思いませんか？なぜゴミを軌道に乗せてはいけないのか。いやいや、地球の軌道上にゴミを乗せるなんてとんでもありません。そんなことをすれば問題を解決するどころか、逆に問題を大きくしてしまうでしょう。アニメーション映画ウォーリーで描かれたように、現在の地球の軌道上はすでに本当のゴミ捨て場になっています。古くなった人工衛星やロケットの切り離した部品、装置を覆うカバーの小さな破片などが飛んでいるのです。これらのゴミは全て地球の周りを回っていて、時速約2万8000キロというものすごい速さになることもあるのです。剥がれ落ちた塗料の一かけらであっても、そのような速さになれば、例えば国際宇宙ステーションにとって深刻な脅威となります。国際宇宙ステーションの安全を確保するため、科学者たちは宇宙ゴミの動きを常に監視しています。どんなに小さくても、危険な兆候を察知した場合には、宇宙ステーションの軌道を少し高くしたり、あるいは最低限、乗組員を退避させたりといった指示を出せるようにしているのです。欧州宇宙機関のデータによれば、現在、地球の軌道上には大きな物体が3万4000個あり、直径10センチメートルまでの小さなものはなんと90万個もあります。これらすべてのゴミを追跡することは不可能です。1996年にはアリアンロケットの破片がフランスの人工衛星に衝突してしまいました。つまり宇宙のゴミはすでに現実の問題なのです。この先も私たちが新しいロケットを打ち上げられるようにするため、世界中の科学者たちがいかにしてこの宇宙ゴミを捉えて地球へ戻すかについて考えています。そんな状況の中で軌道上にさらにゴミを増やすなんて全くひどいアイディアです。
それだけではありません。地球の周りを飛ぶゴミはやがて速度を落とし落下し始めるでしょう。ゴミの一部は大気中で燃え尽きるでしょうが、巨大な火の玉となったゴミは地表に到達するでしょう。それはもはや隕石の雨のようなものです。違いといえば匂いがひどいというところでしょうか。軌道上に送る前にゴミを細かく砕いて大気中で燃え尽きるようにしたとしても何もいいことはありません。ゴミが燃える過程で健康に重大な問題を引き起こす有害な化学物質が排出されるからです。地球の軌道上にゴミを送るのはどうもうまくいきそうにありません。他の手段を考えてみましょう。ゴミを太陽に送る。私たちは何をそんなに悩んでいるのでしょう。私たちは全てのゴミを焼き尽くす巨大な焼却炉があるじゃないですか。そう、太陽です。ではまずロケットを用意しましょう。いくつのロケットが必要になるでしょうか。世界銀行のデータによると人類は年間20億トンの廃棄物を出しています。この数字は2019年の状況を示していて、将来はさらに増えるとされています。現在私たちが使用しているロケットの中で最も積載量の大きいロケットはイーロン・マスクが考案したファルコンヘビーです。このロケットのペイロードは約64トンですが、この量は低地球軌道まで運ぶことを想定した場合の量です。太陽まで運ぶとなるとペイロードは何倍も減ってしまうでしょう。仮に何らかの奇跡を起こして太陽まで飛ばす時のペイロードを64トンのままにできたとしても、太陽まで私たちのゴミを運ぶのには年間3125万発のロケットが必要になります。一発のロケットを打ち上げるための費用は9000万ドルです。もしお望みならこの値段にロケットの数を掛け算してみることもできますが、ゼロの数がとんでもないことになりそうです。さらにこの高額なロケットは全て片道の飛行となり、使い回すことができません。端的に言えば経済的に無理なのです。他にも問題はあります。それはリスクです。歴史的に最も信頼性の高いロケットの一つにソビエト製のソユーズ U があります。このロケットは800回以上打ち上げられ、そのうち事故が起きたのは22回でした。つまりこのロケットの打ち上げの成功率は 97.3% ということになります。これは大変優秀な数字ですが、たった一発であってもゴミを満載したロケットが打ち上げに失敗すれば多くの問題を引き起こす可能性があります。ゴミが地球の軌道上に残ってしまうか、地球に落ちてきてしまうのです。言ってしまえば現在の私たちの技術ではどうしようもありません。宇宙エレベーターか宇宙アンカーが発明されるのを待つことにしましょうか。もちろん待つといっても、開発している間に私たちがゴミに埋もれていなければの話です。オルタナティブ。さてさて、私たちにできることはもう何もないのでしょうか。そんなことはありません。私たちには廃棄物と戦うための素晴らしい方法があります。現在とても人気があるのはゼロウェイスト運動です。ゼロウェイスト運動を支持する人たちは、私たちが日常生活で使用する全てのものに対して意識を高めるということを実践していて、使い捨てのプラスチック製品の使用をやめようと提案しています。例えば歯ブラシは数百万本単位で海に流されていますが、これは竹製のものにできます。カクテルを飲むためのストローは何度でも使える金属製のものにできますし、スーパーのビニール袋はエコバッグやストリングバッグにすることができます。ゼロウェイストは可能な限り全てのものをリサイクルするように呼びかけています。ペットボトルや缶詰のブリキ缶、ガラス容器は指定収集場所に持ち込み、有機廃棄物は堆肥化して肥料として利用します。また彼らは全てのものに復活のチャンスを与えなければならないと考えています。買い物はリサイクルショップでするようにし、穴の開いたシャツは捨ててしまうのではなく補修するのです。彼らが考える理想とは、こうした生活習慣の改善によって1家族あたりの年間の廃棄物の量を1リットル瓶の半分に収まる程度まで削減することです。こうしたことはもちろん素晴らしいのですが、個人の責任についてだけでなく生産者の側にも意識を高めるよう求めていくことは価値のあることです。プラスチック製品、特に使い捨て製品を規制する特別な法律が必要ですし、廃棄物を処理するリサイクル工場も必要です。
多くの国がこうしたことに取り組んでいますが、最も取り組みが進んでいるのはやはりスウェーデンです。スウェーデンでは埋め立て地に運ばれる廃棄物がたったの 1% で、その他はリサイクルされます。皆がこのようにしていたらよかったのにと思ってしまいますね。今日はこれで終わりです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。結局のところ、私たちは決して宇宙にゴミを打ち上げることはできないでしょう。おそらく、それは良いことなのです。さもないと、テレビアニメ、フーチュラマのようになってしまうでしょう。ご覧になったことはあるでしょうか？ニューヨークの人たちが巨大な廃棄物のボールを宇宙へ投げ捨てたのですが、30世紀になってそのボールが戻ってきて、地球に衝突しそうになったのです。テレビアニメでさえ、これが良くない考えだとわかっているのです。さて、今日お話ししたことについて深く考えてみるのも良いと思いますが、この先もさらに面白いことをお伝えしていきますので、必ずチャンネル登録をしてくださいね。またお会いしましょう。さようなら。